オフィスメイクを垢抜けさせたいという方にぜひ注目していただきたいのが眉毛になります。メイクのポイントはこのフィルムマイカラーをしっかり毛一本一本にコーティングして絡ませていくことと、毛流れを立ち上げるようにしてふわっと作っていくことです。そうすることで全体的に軽やかな立体感のある眉毛に仕上がります。眉尻の方から逆毛を立てるようにふわっと乗せていきます。次に上から下へ毛をなでるようにして一度毛流れを下に向けます。そして最後毛流れを整える前にもう一度このフィルム眉カラーを毛直します。眉頭をしっかりふわっと立ち上げます。そのまま毛流れに沿って寝かせていきます。これで完成です。